はい、どうも。ですね、今回はですね、笹川良一さんの子供についてですね、全く調べておりませんが、ちょっと話してみたいと思います。笹川良一さんと文鮮明さんのつながりっていうのはある程度、知られているところなので、その辺はですね、多分、テレビで放送できたんですよ。だけどですね、笹川良一さんの息子とか娘はいるのかな、ちょっとわかんないけど、その辺の話はですね、お父さんがその統一教会の教祖と友達なんですよ。まあ犬だって言ってましたけど、ちょっとその辺もかなり謎ですけど、なんでその何ですかね、家族ぐるみの付き合いなわけですよ。日本支部のトップが笹川なんですけど、実務みたいなことは俺やりたくないから、名誉会長みたいなポジションで頼むみたいな感じなのが笹川良一さんなんですよ。その実務をやる人よりはるか上なわけですよ。その人の名前がですね、一切出ないっていうのはね、なかなか難しいんでしょうね。なんかね、多分二人ぐらい国会議員やってるような気がします。で、そうですね。国会議員って2世3世多いですね。その辺もなんか、あれだな。統一教会抜きでちょっとほじってみたいな。僕政治は全然興味ないっていうか、全然知らないんですけど、統一教会問題系で、ちょっと興味があるんで、調べたいんですけど、時間がないんですよね。動画を撮るじゃないですか。あ、今セミが飛んでたな。鳴いてないんだけど、オスしか鳴かないんでしたっけ、セミって。統一教会系でですね、こんなの撮るじゃないですか。で、編集とかするのがですね、ものすごく大変で、時間がないんですよね。2分も喋っちゃってる。何でしたっけ？笹川良一さんの息子でしたっけ？のことをちょっと調べてみようかな、みたいな話でしたっけ？はい、それ、僕頑張りますので、一旦ですね、動画を撮るのは大変だよという愚痴をですね、言ってみたいと思います。以上です。